イットリンゲンはドイツビュルテンベルク州ハイルブロン郡西部に位置する農業主体の町村である。イットリンゲンはエルゼンツ川上流の渓谷に位置する。このイットリンガー渓谷はエルゼンツ川にボックシャフターグラーベンが注ぐ河口から東にボックシャフトまで伸びている。近隣の大都市にはハイルブロン、ハイデルベルク、マンハイム、 カールスルーエが5 0トル圏内に位置している。隣接する市町村は西から時計回りにジンスハイム、キルヒャルト、エッピンゲンである。イットリンゲンはエッピンゲン及びゲンミンゲンとともに行政共同体を形成している。イットリンゲンは地理上の地区や集落に細分されない。中世のイットリンゲンの領主はゲンミンゲン家であった。半分は 統治権を有する領主として、半分はエッティンゲン博からの霊園として、この地を治めた。ン民元ミヘルフェルト家が断絶した後、1616 16年以降は、コヒエンドルフのグレッケン家が領主となったが、これも断絶した後、1749年には、原民元イコールホルンベルク家に移った。1806年には、バーデン大公国に編入された。 1973年のバーデンビュルテンベルク州の軍政再編により、イットリンゲンはジンスハイム軍に属すこととなった。1987年からは町の中心部の整備プログラムが開始され、特に教会や公民館周辺地区が整備された。この整備プログラムは2006年7月に公式に完了した。イットリンゲンにはプロテスタント、カトリック、 自由教会、新首都派の各教会組織がある。イットリンゲンの住民のほとんどはプロテスタントである。シナゴーグアとイットリンゲンのユダヤ人コミュニティは17世紀にはすでに存在していたことが知られている。原民ン家アグレフケン家は30年戦争以降増加したユダヤ人を受け入れた。1722年にはご家族のユダヤ人が住んでいたが、 1795年までにこの数は15家族に増えていた。シナゴーグは遅くとも1686年までには設けられ、1805年にミュール通りに新しいシナゴーグの建物が建設された。1850年頃にユダヤ人は180人ほどになり、ピークを迎え、その後移住などにより減少していった。 1933年には37人となり、1938年には、そのおよそ半数が、アメリカ合衆国に亡命した。ミュール通りのシナゴーグは1938年の、水晶の夜の際に廃墟となり、その後取り壊された。この場所は、これ以後公園として利用されている。イットリンゲンに最後に残った8人のユダヤ人は、1940年10月に、グアへ、 国外退去となり、一人だけが生き延びた。1988年に、かつてのシナゴーグ跡に記念碑が建立された。イットリンゲンの町役場イットリンゲンの議会は12人の議員で構成され、議会では、主張がこれに加わり議長を務める。ズ柄、ガラ、青地に2本の金色の横帯、中央に赤い縦型、その中に上を向いた金色のラスき、旗は 木から青である。1910年、カールスルーへのゲネラルラントアルヒーフは、イットリンゲンの紋章を、1355年から1806年まで、この地を治めた、原民元家の色である青と金色で描くことを提案した。原民元家の紋章を特別するため、中央に小さな縦型が配され、その中に農業を象徴するものとして、カラスキが描かれた。イットリンゲンは、 この紋章の色から旗の色を決め、1980年10月1日にハイルブロン軍の軍当局の認可を得た。イットリンゲン城、イットリンゲン駅イットリンゲンは、中小企業や主工業者が定着している農業主体の住宅地である。町の東部には大きな石灰石の採石場があり、主に建築資材を採掘している。イットリンゲンから約4キロメートルの場所に、 連邦アウトバーン A6 号線のジンスハイム・シュタインスフルト・インターチェンジがある。イットリンゲン駅は1900年に開業し、ほぼ1時間に1本の割合で運行している。シュタインスフルト・エッピンゲン線の駅である。この路線をラインネッカー・エスバーンが運行している。イットリンゲン駅の駅舎は指定にもなっている。イットリンゲンの出来事は、日韓紙クレイ・チェグオ・シュティンメやハイルブロナー・シュティンメに、 掲載される。ありがとうございます。